はい、皆さん、こんにちは。渡辺です。本日からですね、有利投資多様体と台数幾何学と題しまして、動画をシリーズで、アップしていこうと思います。よろしくお願いいたします。対象者はですね、台数幾何学に興味はあるんだけれども、勉強をしたことがない方というふうにしたいと思います。で、通常の講義ではですね、半期で行う内容、まあ、半期もしくは、細かいところまでやれば、1年間で扱うぐらいの内容ですかね。で、難しい内容は一切扱いません。ですから、いわゆる台数幾何だと、まず最初にハーツ法を勉強してなんていうのがありますが、そういうことは全く、仮定しません。で、大体どういう内容をやるかっていうことなんですけれども、まあ、図形、一般的にですね、図形の対称性を記述しようとしますと、変換群として群の概念が自然に生じます。で、同様にですね、可微分多様体とか複素多様体考えると、まあ、実利群とか複素利群が自然に現れますし、台数幾何に出てくる代数多様体というのを扱うと、代数群であったり群多様体というのが自然に現れます。で、この講義ではですね、その代数幾何学の本当に初歩、本当に代数多様体の定義から始めまして、まず、代数群の基本的な例を紹介します。で、その後に、グラスマン多様体とか、あと、ハタ多様体という等質多様体があるんですけれども、まあ、それらを具体的に紹介して、最終的には、リー代数を用いて、印付き錬金図形による、有利等質多様体の分類。まあ、ここを述べることを目標としたいと思います。で、知識ですけれども、仮定する知識としては、線形代数とか、まあ、群論、関論の本当に初歩的なところに関しては仮定しますが、それ以外の、例えば代数幾何の内容とか、まあ、そういうことに関しては全く仮定しません。ですから、代数幾何学を勉強したことがある人にとっては、退屈な内容かもしれませんが、まあ、私としましては、例えば、4年生で卒業研究に配属された時にですね、その時に1年間でもう、1年後にはもう就職をしてしまうという場合に、例えばスキーム論を勉強したって、途中で尻切れトンボで終わってしまうわけです。そうではなくて、まあ何か1年間かけてですね、とかまあ半年かけて、まあ一つのことを切りのいいところまで勉強したいという場合は、スキーム論なんかを勉強するよりも、まあ具体的な対象とかを勉強して、理解を深めるというのが私はいいと思っています。で、まあ、もちろんその大学院に進む方にしてもですね、1年間でまずはそこで、基本的なことを勉強した上で、興味を持った方向にそれぞれ進んでもらえればなと思って、この内容を選んでいます。はい。で、まあ、代数学にせよですね、幾何学にせよ、その学部レベルの講義だと、その定義とか例とかを学ぶだけで、まあ一学期終わっちゃうっていうことはよくあると思います。例えばですね、群論を考えてみれば、最初に群の定義、その後に部分群を勉強して、正規部分群勉強して、常用群とか順動形写像、まあさらには順動形定理を、まあ、学ぶと。で、そこまででですね、かなりの時間を割いてしまって、なかなかそれをどういうふうに使うかなんていうことに達しないということはよくあると思います。で、多様体の講義とかだと、多様体の定義をした後、二接空間とか多様体間の写像とか、輪回転とか、まあ、ベクトルバー微分形式とかですかね。まあ、いろんなものを勉強するんですが、まあ、すべてですね、定義のオンパレードで、まあ、気づいた時には、なんか全くわからないみたいになってるっていう、まあ、そういう経験がある方も多いんじゃないかと思います。で、この動画ではですね、そのどんな教科書にも書いてあるような定理の証明を延々と行うということはしません。定理こういうことが成り立ちますということを言って、例えば例を見るぐらいにして、詳細については文献を挙げますので、まあ、興味のある人はそれをご覧くださいと。で、例えばですね、そこを読まなくても、まあ、おいおいですね、例を見ていたりすることによって、ある程度、まあ、わかるというような形にできればと思っています。できるだけその定理の証明を最小限に抑えて、その初学者向けの教科書には載っていない具体例を考察したりとか、自分一人では簡単には勉強できない、まあ横断的な内容だったりとか、
ですね。まあ、そういうことを紹介することに重きを置きたいと思います。で、この講義では、だからその代数幾何の初歩から始めますが、代数群の話も出てくるし、リー代数の話も出てくるし、まあ、それらを用いて、有理同士多様体の分類を目指すというわけですから、まあ、様々な分野の、まあ、インターセクションにあるような話です。で、この講義を通してですね、代数幾何であったり、リー代数とか、まあ、もしくは同士多様体とかですね、まあ、その周辺にはさらにはまあ物理があったりとかいろんな内容ありますので、人によっては表現のなんかもありますよね。で、その周辺の話題に興味を持って、まあ、ご自身でその先を勉強してもらえればと思います。というわけで、まあ、この講義ではですね、代数幾何学の初歩から始めて、有理同士多様体の分類を目指すということをやりたいと思います。で、参考文献なんですけれども、ここにいくつか挙げています。見えてるでしょうかね。いくつか代数幾何の基本事項については、まあ、一応ハーツ本って挙げてますが、そのスキーム論なんかのところではなくて、本当に第1章の最初の方の話ですね。本当にバラエティの、代数多様体の定義とか、斜とは何かとか、座標感とは何かとか、まあ、その程度の話です。で、さらには線形代数群については、まあ、これもいろんな本がありますけれども、ハンフリーズという人の2番ですね。リニアアルジェブリックグループスというのを挙げておきましょう。で、リー・カント、まあ、リー代数については、リー・カントも言いますね。Introduction to Lie Algebras and Representation Theory という、まあ、これも、こちらもハーフリーズの本。さらには、佐竹先生のリー・カントの話、これも非常にいい本だと思います。こちらを参考文献として挙げたいと思います。で、投資対応については、これ、しかるべき文献よくわかりませんが、例えばデニス・スノーという人のホモジーニアスペクターバンドルズって、これまあネットで調べれば出てくると思いますが、まあこれサーベイみたいなものですね。基本事項がまとまったものです。まあ、これなんかを挙げておきたいと思います。で、今、だから代数幾何、線形代数群、リー代数、等式多様体について、まあ4つの項目に対して参考文献を挙げましたが、すべてに共通してお勧めしたいのは、西山先生、太田先生の代数群と軌道という本です。数学書房から出ている本ですけれども、本格的に勉強したい方は、ぜひこの本を購入して読んでいただければと思います。非常にいい本だと思います。で、まあ、ここの動画ではですね、その西山先生とか太田先生の本を自分で最初から読める人は、そもそもこんなの見る必要はなくて、ご自身で勉強してください。だからなかなかですね、他のことをやりながら、他の例えば分野の方が自分の分野と違うことをやるってなかなか大変だと思いますので、まあ、そういうのを読むきっかけになればということで、基本的なところをここでお話ししたいと思います。はい。で、まあ、次回以降、具体的な内容に入っていきますけれども、この動画ではですね、定理とか定義とかっていうのを、英語の省略形を用いて書くことにします。例えば、定理というのはセオレムと言いますので、THM と書いたり、命題であればプロポジションですので、プロップって書いたり、お題だったらレンマだからレムっていうふうに書いたりと、まあ、ここに書いてある記号を用いたいと思います。今後ですね、こういうのは何も説明せずに使いますので、まあ、こういうものを使っているんだというふうに思ってください。というわけでですね、今回の動画では、まあ、イントロダクションとして、この講義というか、まあ、動画ではどういうことをやるのかっていう話をしました。というわけで、この動画はここまでにしたいと思います。